6月21日水曜日後楽園ホール大会、西日本プロレス初の東京上陸、千里の道も一歩から、私ども西日本プロレスはシューティングスタイルレスリングあり、ルチャリブレあり、プロレスあり、デスマッチありのバラエティに富んだ試合をお見せいたします。ぜひご覧になっていただいて、私ども西日本プロレスを、愛していただくようよろしくお願いします。久しぶりですね。2年ぶりの復活です。どうですか、後楽園ホール。いやもう後楽園で試合するのは3年ぶりなんですよ。もうファンがどういう反応を示すか、まあ、今回正念場ですから、前回みたいな3年前のような試合は絶対しません。どうしてらしたんですか。いやまあサラリーマンやってまして、やっぱり夢がね捨てきれないですし、納得いかないんでまた戻ってきました。今日はメインイベントでのデスマッチということで、試合控えてるわけなんですけれども、まずこの試合に関してはどんなこと。そうです、デスマッチ、まあ、今までいろいろやってきましたんで自信もありますし、まあ、今日フォーデスミンですか、まあ、彼を地獄に落としますんで、デスマッチ、まあ、どんな試合でも全然関係ないです自分には。まあ、ちょっと今日は変わったデスマッチというかね、パターンをみたいな使ってみたいなことになっていると思うんですけれども。そうですね、どんなルールでも一緒ですよ、喧嘩ですから。まあ絶対今日は勝ちますよ。じゃあこれからファイト的にはもう喧嘩というか、そういう激しいものを。そうですね、もう喧嘩の延長みたいな形でどんどんデスマッチでも、まあ、ストリートファイトでも何でもいいですよ。自分はもう客に納得してもらうまでやるだけです。西日本プロレスのエース的な感じ、エースを狙うというかね、そういう感じになっていくんじゃないかと思うんですけど、西日本プロレス自体はどうですか。そうですね、自分はじめみんなが、ね、誰がトップに出ても、ね、いい団体ですから、客に納得してもらったもんがトップを張れるという、そういう団体ですからね。自分ももう今日メインなんで、ね、ファンに納得してもらうまで頑張ります。パンフレットによると、ターゲットに懐かしいというか、あ、そうなんですよ、名前なんか見たんですが。そうなんですよ、いや最終目標はずっとやられてましたんで、絶対1回は取るぞと。だからこれでデスマッチでずっと勝っていって、最後はミスターポーゴに、どういうんですかね、引退の花道を自分がやるということですね。九州からやってきました田舎者の弱小団体でございますが、選手一人一人は精一杯ファイトしております。
本日は一試合一試合最後まで精一杯頑張り、皆様の記憶に残りよう、また愛される団体になれるよう最後まで精一杯頑張りますので、ご声援どうぞよろしくお願いいたします。それではここで全選手入場式を行います。これ以上本当に本当にありがとうございます。昨年の12月に熊本で旗揚げいたしましたこの西日本プロレスが、やっとこの格闘技のメッカ聖地後楽園ホールに登場しましたことを、選手フロント一同皆様方に深く感謝しております。ありがとうございます。今日は選手全員一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、自分いつもやってる試合と変わらずに、まあ、基本に忠実なレスリングをやっていこうと思います。あとはもう相手を叩き潰す、それだけです。選手は熊本ですし、そうです、東京っていうのはかなり意識があるそうですね。でも自分もともとユニオンプロレス出身ですし、それほどあの東京とか都会という意識はありませんが、どんなファイトをプロレスを目指したい？そうですね、一通りあのストロングスタイルもできて、あのルチャーみたいに飛んだり跳ねたりもできて、オールラウンドプレイヤーを目指します。今日第一試合ですけど、精一杯自分の持ってるだけの力を見せてますね。皆さん応援よろしくお願いします。どういう選手かちょっと詳しく分かんないんですけど、とりあえずもう勝って蹴って、もうバシバシ
まあ、やるのは初めてなんでどういう選手かわからないんですけど、一応ヒールって聞いてるんで、まあまあ関係ないですね、まあ、やるだけで、まあ、飛びたいなと思ってます。西日本プロレスやるっていうことに関しては今回初めて出るんですけど、まあチャンスなんで頑張りたいと思います。Mi nombre es Guerrero Diablo. Hoy lucha Fujita, Chinga, Loco, Pendejo. Y el campeón. コラケンホールの試合も初めてですし、まあ、西日本の東京進出初ということで、まあ、一応第2試合として恥ずかしくないように一応頑張ってやり詰めています。ポール・オン・ドフだとかティリー・ファンク、テッド・デビアスとかです、ね、ダッチ・マントルとか入ったスタイルを目指してるんですけども、なんていうかやっぱりアメリカンスタイルのオーソドックスな、それで激しくいきたいと思います。はい、みんな西日本プロレス一丸となって頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
出てるんですけど、まあ、西日本ということを今日初めてなんで、だいぶいつもよりは緊張してますけど、まあ、いつも通りやります。西日本プロレスが来たということで、シューティングマッチというか、そういう形になるかと思うんですけど、今日はブラックホール選手と2人という感じなんですけど、これについてはいかがですか？まあね、ブラックホールさんも柔道系で、だいぶ本当格闘技できるんでね、まあ、私は蹴っていくって感じで、まあ、2人で、まあ、投げと蹴りでね、どんどん押していきたいと思います。今日は後楽園初めてということで、全力ファイトで相手を本当殺すつもりで思いっきり全力ファイトをしていきたいと思います。よろしくお願いします。シューティングはすごいな。ここで後楽園でいつも試合やってましたから、本当特別な思いがこの会場にあって、いろんなね、青春みたいな思い出ありますので、僕にとってもここは特別な場所だから、今日本当に過去の、ね、思い出に泥塗りたくないんで、そういうつもりでも一生懸命頑張りますけど、はい、もういつも秋山とはもう、ね、毎回毎回やってますし、やっぱりブラックホールの方がですか、こういうスタイルでもできるっていうことで、ちょっと侮れないような気がするので、まあでもいつも通りやるだけですので、そうです。まあ、西日本プロレスがここでやるということだと。本当に初めてですからね、本当にまあ最初で最後かもしれませんから、まあ、一生懸命やれます。木村さんはこの間のバリトゥードの試合に出たっていうのがすごく印象的なんですけど、はいはい、あの大会っていうのは体験してみていかがですか？いや、もう本当にフクソンすごい選手だなって感じですね。だからあれはあれで本当に自分のやりたいことだったんで、こっちはこっちでまた別なことですから。実際肌を下した感じはどうだった？いや、もう本当に強さっていうよりも何でも知ってるって感じですよね。もう何戦もやってるから、もう本当にすごいって感じ。ヒクソンというとバリトゥードに挑戦したいって話も、はい、っているんですが、もちろんね、そういうつもりでいるんですけども、なかなかね、そんなしがらみの中で、僕自身の今立場っていうのが難しい立場にありますんで、ただ最終的な目標はね、もちろん一人の格闘技家として、まあ、ヒクソングレーシーなりコイスグレーシーなり相手選手と戦いたいってあるんですけども、その前にとりあえずね、まあ、同じウェルター級の現のシューティングのチャンピオンである中井選手ですか、彼と決着つけるというか、まあ、彼を倒すのが先決だと思いますので、まあ、彼と戦う機会があって、彼に勝つことができたら次の段階として、まあ、グレイシーの挑戦というのを考えたいと思っています。本当に初めて、まあ、進出という形なんですけど、シューティングスタイルというので迫力という面を、まあ、一面に押し出して、精一杯試合しますので、応援の方よろしくお願いします。西日本プロレスとして初めての後楽園ホール、恥ずかしくないように一生懸命頑張ります。これからも関東地方進出目指してですね、みんな一生懸命頑張ってきますので、よろしくお願いします。はい、
Ah!
お気をつけください。気をつけられてください。試合を終えて、まあ、すごい結末だったんですけど、手応え的にはどうだったんですか？そうですね、まだ本当にこれからって感じだったんですけど、まあ、本当に、まあ、彼の名誉じゃないんですけど、本当あの覆面してますから、やっぱり視界があるわけですよね。だから盲点をついてたまたま入っちゃう、本当にラッキーキックだと思うんですよ。まあ、だからしょうがないと思うんですけど、でも本当にこれからって時なんで、また本当にこのメンバーで再戦すればもっともっと白熱した迫力のある試合が、やれると思いますので、本当に今日はもう残念でしょうがないです。はい、今考えている新しい技などはありますでしょうか？誘い方も違うからね、あの週報の佐渡市あたりがぜひファンキーしたいのをやってくれるんじゃないかと。だから皆さんどう思いますか？あのプロレスバグのファンキーしたいなってあんまり絵にならないでしょう。それじゃあね、約束しましょう、引退するまでに一回やりましょう。引退するまでに一度ボールを待ってください。待ってもそれがね、もしかしたら私が不安定したいなったら、それが直接引退の引き金になっちゃうからね。今一番戦いたい選手は誰ですかという質問です。一番戦いたいというかね、あやっぱり一番重いのは長州力じゃないですか。これはね、急に真面目な話になるけど、彼がインディペンデントを参加しましたけど、まあ、彼と戦う機会があったら、インディペンデント、まあ、私は長州力と昔、同じリングの上で戦ったわけだけど、今確かに立場は違う。確かに彼は今メジャーで戦ってるかわからないし、私は、まあ、いわゆる所詮メジャー、インディペンデントの人間にはわからない。しかし私は彼と合間を見る機会があれば、必ずやインディペンデントの意地を彼に見せてあげることができるでしょう。これはここにおられる皆さんの前で約束します。長州力が受ける気持ちがあれば、私はいつでも新日本のリングに上がりましょう。
します。よろしくお願いします。よし、シュワーシュワーシュワー、もう一人ありがとうございます。今日は西日本プロレスです。今後とも西日本プロレスよろしくお願いいたします。プロレスの方と、自分らは東京でやろうがどこでやろうが全力ファイトですけども、とにかく今日はもう島田さんとしかも心強いんで、いいファイトしてお客さん納得するな されるような試合をしてですね、で、というか勝ちたいと思います。はい、まあ、後楽園のファンに見た目、ね、西日本が認知されるように、まあ、足引っ張らないように僕がやるだけで、木村選手のようにね、いつも全力ファイトでやってるんですけども、後楽園初ということで、まあ、東京の方の人間とですね、九州の方の人間と、まあ、どういった方向性が違うのか、まあ、体質が違うというかその辺のところはちょっと不安なんですけれども、とにかく今まで自分がこちらでやってきたことはいつも一生懸命やってるだけのことですので、ただ一生懸命やれば反応は自然に返ってくると思うんですけどね、ただちょっと不安な部分っていうのはやはり今まで九州の方でやってたっていうのがちょっと急に東京のど真ん中に来てやるっていうのはちょっと不安な部分であるだけなんですけど、とにかく今日は頑張りますんでよろしくお願いします。今日ね、島田、幸村、奥村、この3人と、うちらが畑中選手、菊澤選手、自分と6人タッグでつかるんですけどね、うちの団体っていうのはデスマッチあり、プロレスあり、ルチャあり、格闘技ありの団体の中でね、このプロレスっていうのがうちら思いっきりね、今日お客さん納得して、自分たちも納得してね、これが西日本プロレスだっていう試合をね見せますんで、よろしくお願いします。お願いします。まあ、トイさんと一緒です、レスラーになって初めての後楽園大会なんで足引っ張らないように頑張って精一杯やります。お願いします。ビデオの、ね、お客さん、期待してください。頑張りますんでよろしくお願いします。ゾラナゲプレスだ。いやあ、いやあ、
3年ぶりの復活なんで、まあ、昔みたいなファイトは絶対やりません。今回思い切っていきますんでよろしくお願いします。
体のつなぎしてる。
体験金で選手から離れてください。体験金で選手から離れてください。リング上には近寄らないでください。大変急です。俺90年どこでも行くぞ、お前。あいつを探してくれよ、お前。お前やる気あんのかよ。
そうですね、もう一回けじめをつける意味で、ええ、まあ終わりの、まあ終わりなのか始まりなのかちょっと分かんないですけども、ええ、もう一度そうですね、やっていけないですからね、この商売は。ただもう澤田選手と思い切りやっただけですよ。もう気持ちよかったです。もうプライムバスターくなってきてるからね、分かんないんだよ何やられたか。気がついたらマイクで喋ってたもんね。いつでもああいうファイトしますよ。文句あるなら九州に来いっつ。これが野口の戦いなんだからな。見てやつは急所に来い。